イスウがスクイーズボトル蹴飛ばし騒動を釈明した。男子サッカー、韓国代表は22日、アラブ首長国連邦ドバイのアールラーシドスタジアムで行われたバーレントの AFC アジアカップ2019決勝トーナメント1回戦で、延長前半16分に放たれたキムジンスの決勝ゴールで21で勝利。 六大会連続の八強入りを果たした。イスウは一一と接戦状態だった後輩44分、パウロベント監督の指名を受けた。ファインボムとの交代でピッチに立ったイスウは延長序盤、二度のミドルシュートを放ち意欲を見せた。特に、イスウはこの日、多様な動きでバーレーンの守備陣を翻弄した。 チームの雰囲気も上取り地に上がっていった。これを前にイスウーはグループリーグ最終戦い後、物議を醸した。当時、イスウーは交代出場が実現せず、ベンチに戻るよう指示されると、スクイーズボトルとサポーターを蹴飛ばし悔しさを隠せなかった。これについてイスウーは試合後、常にピッチに至って、 ゴールを決め攻撃ポイントを作りたいという情熱があった。サッカー熱が強いために、毎試合ピッチに立ちたいし、いいプレーも見せたいし、最後まで一生懸命な姿を見て欲しかったとしながら、それが思い通りにいかず、大人げない行動をとってしまった。成長できる期間だった。 チームに少しでも被害が及んでいたのなら申し訳ない。ひょんたちと話をして解けたと謝罪した。イスウはまた、少しでもチームの役に立てたようで嬉しい。ひょんたちが助けてくれたおかげで、ピッチ内では楽にプレーできたとし、次回に備えてきちんと準備したい。ピッチに立ってすぐにシュートできたのは、 代表としてプレーすることが小さい頃からの夢だった。誰よりも意欲があると笑顔を見せた。なお、韓国は来る25日午後10時より、カタールとベスト4をかけて対決する。